じゃあ50万人まであと30何人しかいないんですけど、俺ら今日このホテル集合って言ったのに、まあ、なんと和俊とゆうくん両方あの僕の家、まあいつものスタジオの方に行っちゃったということで、結構ギリギリというね、もう突破しちゃいそうっていう感じなんですけど、まあ、じゃあちょっとゆうくんが来た時のちょっと第一声予想サブちゃんやろ。マジごめん。え、あ、俺は言った言ったマジごめんが先来ると思うが、俺謝る派。謝る派。俺は集合場所あっこって言っ、ここって言ったっていう、俺それ二言目と思う。ああ、いや、マジごめん、マジごめんか、そのもう言った、まあそうね、うん、ごめん系が来ると思う。まあ、ちなみに和俊ももうすぐつくんやけど、ちょっと和俊の分まで回しよったらちょっとよ、吉岡が大変になりそうやけど、さあ、いつ来るんでしょうかね。カズトシはもう頭回らんかった。うん。でも、いや、カズトシ多分ね、意外と遅刻してきたときごめんって言わんの。それがこの間もなんかサブバラエティの撮影の日にカズトシ1時間ぐらいしてると遅れとったんやけど、遅れますもなしやったし。あ、すごいよな。で、来たときに、うん、いや、寝とった。うん、いや、寝とったよ。ちょっと誇張入っとるよ、それ。意外と和俊、あの、まあ、普段一番遅刻せんけど。そうね。普段一番遅刻せんけど、遅刻した時に謝らんっていう和俊さん。普段される側やけん。そう、される側やけん。まあ別に溜まっとるみたいな。まあいいっすけど。俺も全然。俺。モツはね、いつもね、来るの早いんよね。早いけど、いつも、集合時間の20分前とかに来る上に、遅刻してくるときは本当に1時間半以上遅刻する。それが激しい。電車の時間とかもあって、噛み合い悪すぎると、大遅刻みたいになるけど。差がね。それをね、ちょっともう防ぐために俺はもう20分前とかぐらい、余裕持ってね、来るときがほとんどなので。ああ、じゃあちょっとね、もう準備しとこうかな。50万人か。さあ、まあゆうくんが来るとこまで飛ばしていいですよ、皆さんね。一応回しときますけど。そうか。はーい。ねえ、ほんまに。お、来たー。てか、ビンボン押したじゃん。え、押しょ。うん。あ、このま、あれ、これなって。怖かったよ、今人の家かと思って焦ったよ、俺、マジで。いやー、来ました、ゆうくんが。間違え、不法侵入しちゃいました、すみませんでした。ああ、じゃあ両方外れたな。これ第一声予想ゲームしてたん。そうなの。うん、外れました、両方。何やったら2人の予想。俺マジごめんが俺の予想ね。うん、俺は、え、スタジオ集合って言ったっていうのに。違う、ピンポン押したじゃん。ピンポン押したじゃん。全然予想ゲーム。まあ、じゃあ、あとは外すしですね。じゃあ、まあ、電車40分